変体仮名。変体仮名は、ひらがなの字体のうち、1900年、明治33年の小学校令、思考規則改正以降の学校教育で、用いられていないものの総称である。ひらがなの字体の統一が進んだ結果、現在の日本では、変体仮名はあまり使用されなくなったが、看板や書道、地名、人名など、限定的な場面では使われている。遺体仮名とも呼ばれる。 また、ケンペルの日本史では、ヤマトガナとも表記されている。変態ガナに対し、現在使われている字体を、原用字体、原用ガナ、正体ガナ、本則ガナと呼ぶ。また、変態ガナの使い分け、原用字体を含むのことも、変態ガナと呼ぶことがある。現在変態ガナと呼ばれている文字は、現在のひらがなにとっての異体字として扱われる。ひらがなは、 万葉仮名から派生した音節文字であり、その読みは字母、その仮名の元となった漢字の字音あるは、時訓が、字体は、総書体をさらに崩したものが元になっている。変体仮名という呼び名は、近代に入って、ひらがなの字体の統一が進む中で付けられたもので、元来、ひらがな、変体仮名という区別はなく、近世までのひらがな使用者は、様々な種類のひらがなを同時に用いて、 使いこなしていたのである。よって、きつらゆの、土佐日記、清少納言の、枕の宗詩、紫式部の、源氏物語のようなひらがな文学、あるいは、宗詩のような出版物、また手紙や、個人の手記などについても、明治時代まではひらがなによって書かれた文章の多くが、今でいう変態仮名で書かれている。ただし、標準的な事態とそれ以外の事態の区別は、 近代以前からすでにあり、ひらがなの五十音図を書く場合などは、ほとんどに、後の原用字体が使われていた。現在では、意にあたるひらがなとして、意、意に由来の字ただ一つをもっぱら用いるのに対し、古い花文章においては、意のひらがなを書くのに、意に由来する字、意に由来する字、意に由来する字、わたるに由来する字などと、様々な字体、字としては由来の漢字は同じでありながら、 型の異なるものもを使い分けていた。一つの音韻に対するひらがなの時代の中には、字母が異なるものと、字母は同じだが崩し方が異なるものの二種類がある。これらは著者や時代によって異なる他に、一つの文章の中で混用されることもあった。特に、平安時代末期の装飾者本西本願寺本三十六人歌集のように美的効果が重視された作品では、 単調さを嫌うかのように多くの字体が用いられ、傾向が強い。具体的には、以下のような用法があった。カタカナもはじめは、異体字をいくつか持って生まれたが、平安中期には一種類へと統合する傾向が強まり、早い段階で今とほとんど同じような、一母一字に整った、と、カタカナの無から、右下の天五女た字形は、鎌倉時代まで、いと、い、ねと、子は、 明治33年まで両立していた。対して、ひらがなは、初期に一度簡略化へと進んだにもかかわらず、その局地に至ると、また複雑化の傾向へと進み、そうして、平安時代になった後は、明治時代になって、人為的権力的に統一を促すまで、カタカナにあったような統一化の傾向は、ほとんど見られなかった。ひらがなの体系は、このような絵体を持つ、文字体系として、 平安時代が終わる12世紀にほぼ完成していたとされる。鎌倉時代以降の書では、著者ごとの書風や癖のような字型の違いはあっても、時代や地母には大きな変化が見られず、一貫して平安時代のものがひらがなの手本とされてきた。ひらがなにおいて複数の時代が併用され続けた理由は、一つには美術作品としての表現手法、もう一つには 単純すぎて判別が困難だった初期のひらがなを改良した結果だと考えられている。明治時代、小学校が設置された当初は、なの字体は複数教えられていた。例えば、1884年、明治17年に文部省が編集した教科書、読み方入門では、字体が一つとされた字は8字に過ぎない。当時作られた、教練教科書書集の、 軍人直輸には多数の変体仮名が散りばめられている。しかし、1887年、明治20年頃以降には、活版印刷の登場により、変体仮名は徐々に使われなくなってきた。1900年、明治33年、帝国教育会国語会両部が、同音の仮名に数種あるを、書く、一応、二元ること、すなわち変体仮名を、はい、 することを議決し、これを受け同年中の小学校例改正を受けた小学校施行規則を置いて、小学校で教えられるかなの字体が一字体に統一された。この時は、あ行の家をとあ行の家をの区別も変態仮名として廃止され、あ行の家をだけが残されたカタカナも同様。それ以降は一部の書道教育を除いて、 一つの音韻に対しては一つの字のみが教えられることとなった。なお、少なくともこの時までには変態仮名という語が存在したことがわかるが、変態と呼ぶ語法自体は渦でわかるようにそれ以前からあった。1908年、明治41年には、文部省訓令第10号、小学校令思考規則中教授用仮名及び、自体、 ジ音ン金遣い並びに漢字に関する規定削除の趣旨により1900年の規則は撤回され、26の異体児が復活したものの、最終的にはすべて1922年、大正11年に廃止された。第二次世界大戦前までは、日記、書簡など、日常の筆記で変態仮名はしばしば使用されていた。例えば、 夏目漱石の実質原稿にも多数の変態が名を見ることができる。活字の母系にも存在し、戦前の活字見本帳には多数の変態仮名活字を見ることができる。戦後の例では、川端康成の1969年の実質原稿に変態が名の名が使われている。現界、体現会には詩で始まる見出しにが使用されている。 変体仮名は人名にも広く用いられていたが、1948年、昭和23年の戸籍法施行によって変体仮名が戸籍上の人名に使えなくなったことと、また、統一された事態による新聞、雑誌の普及とともに、事態への慣れが進んだことから、変体仮名が使用されることは少なくなった。ただし、変体仮名で付けられた存命者はいまだに多いため、 新聞などでも使用されることがある。現在でも変態仮名は蕎麦やなどの昔からの店舗で使用されることが多いほか、書道の金作品や商標などでよく利用されている。また、地名表記の中に残されている地域もあり、公文書で記載されることもある。これらのこともあり、2017年にはユニコードに変態仮名が採用され、電子機器上でも使用できるようになった10つ、術。 ジス X0208 には変体仮名は収録されておらず文字コードも割り振られていないため長いことコンピュータでは変体仮名を一般的には使用できない状態が続いていたそのため変体仮名を利用する人名などには手書きなどや特別な外字を利用して表記するようなことを行う必要があった一方で特別な環境で表記できるようにするために 住民基本台帳収録編体かなとして、行政で使用されている文字があり、これらは、トロンコードに収録されている、9面ビリゾーン8321から 846A。また、その他の編体カ名についても、同様に、トロンコードに収録されている、9面ビリゾーン8521から 8D7E。また、根弱文字教本とは213の、編体カ名を収録している。 ジス X-0208 やジス X-021 2には、含まれていなかったことから、既存の文字コードにある文字を採用する目的であった、当初のユニコードには採用されなかった。ジス X-0213 では、変態がなお含んで欲しいという要望があったものの、文字の同定の問題などがあり採用されなかった。2009年に、オランダのユン・ルーグロック・ファンデアワーンがユニコードに、 変体仮名の収録の提案を行った。2010年のユニコード6.0では、カナサプリメントのスクリプトに、と、が追加された。2012年から、情報処理推進機構が標準化の検討を始め、2013年からは、国立国語研究所も共同で検討を行い、行政で必要とされる文字として、古籍統一文字168文字と、 学術情報交換で必要とされる文字を合わせた合計299文字の提案を行った。上記をもとにユニコードでは検討が加えられ最終的に読みが別でも変体が名の字型が同一であるものは同じ符号一として統合し2015年に286の文字が登録申請された。その後二千十六年九月にコード範囲を U プラス 1B002 から1バイト 0FF と U プラス 1B100 から1バイト 11E の2部に収録することとなり U プラス 1B001 の文字を統合する規定として上記を除いた285文字が2017年6月ユニコード10.00に変態が名として登録されたこれにより U プラス 1B001U プラス 1B11 E、の二の286文字が変体仮名としてユニコードで使用可能となった。ただし、依然としては行うは表示できないほか、上述のカタカナなどのカタカナの変体仮名など表示できない文字は残っている。ユニコードの変体仮名が表示可能なフォントは2018年1月現在、下記のフォントがある。いかに高野ギレから取り出した変体仮名の例を挙げる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。